イタリアのロンゴバルド族、県政の足跡は、イタリア各地に残るロンゴバルド王国時代の建造物や遺跡などを対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。ロンゴバルド族が残した建造物群は、ローマ建築、ビザンティン建築、北ヨーロッパのゲルマン人の様式の特色や、 キリスト教の精神性が融合されており、古代から中世へと変遷する建築様式をよく伝えるものである。ゲルマン系のロンゴバルド族は、主張、アルボイーノに引き入られて、568年にイタリアに侵入し、北、イタリアにロンゴバルド王国を建国した。さらに、ラベンナからローマに至るビザンツ帝国領に分断されつつも、イタリア中部にスポレート皇国、 南部にベネベント公国を建国した。これらの公国の独立性は高かったが、形式的にはロンゴバルド王に服属していた。ロンゴバルド族はキリスト教に改修し、ローマなどとも平和共存路線を取ることもあったが、相互に領土をめぐる侵略が絶えず、ロンゴバルド王国は774年にカール大帝によって滅ぼされた。 世界遺産登録名に含まれる568年から774年という期間はロンゴバルド王国建国から滅亡までの期間を示している。構成資産はロンゴバルド王国、スポレート王国、ベネベント王国に存在した以下の7件である。暫定リストへの掲載は2006年6月1日のことだった。当初の名称は シビダーレとイタリアのロンゴバルド権力の初期中心地群で、同じ年には別の暫定リスト記載物件として、モンテ・サンタンジェロとウヤ、桜・ラ,ランゴバルドルムも掲載された。後に名称が、イタリアのロンゴバルド族、権力と崇拝の場所群と変更され、第33回世界遺産委員会に先立ってアイコモスが出した勧告は、登録延期だった。その理由として挙げられたのは、 その時点での構成資産がイタリア紙の文脈で選定されており、ヨーロッパ紙に対する考慮が足りないことや、顕著な普遍的価値を証明するための比較研究にも不備があること、さらにいくつかの構成資産の推薦地域の設定に問題があることなどだった。イタリア当局は委員会審議に先立って推薦を取り下げた。イタリア当局は戦術の指摘を踏まえて、 推薦文書を練り直し、イタリアのロンゴバルド族、県政の足跡の名前で2010年1月に推薦書を再提出した。これを受けて、世界遺産委員会の諮問機関であるアイコモスの担当官は2010年9月に現地調査を行い、いくつかの点について紹介した。アイコモスはそれに対するイタリア側の回答も踏まえて、韓国書を作成し、翌年3月に、 登録を韓国した。第35回世界遺産委員会の審議では、韓国通りに登録が認められた。世界遺産としての正式な登録名は、ザロンバーズインイタリープレ t セズオブザパワー s ロンバーズイエヌイタリーローデプーベ r である。その日本語名は文献によって、若干の揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。